ヤッホー、 P 生き返った、生き返りました、よかったですね。私が配信して生き返る人がいるなんて、ははは、おはよう、ごめん電話ありがとう、こちらこそありがとう、楽しかったわ。怖っ。いやだってリップ蓋間違えてさ、出てんのにしまったりぐちゃぐちゃになった、そりゃ切れるよね。自分が悪いんだけど、ボロボロになって病んでやめるなんでさ、え、どういうこと、何の話それ、なんで急にどうしたの、病んでやめる、もうえ、リップがボロボロになったら病んでやめるとか言うってこと、そんな人いるんですか、さすがにそれはないな。チュンさんピヨピヨピヨって何、おはろりじゃん、おはろり、はじめまして、こんばんざい、千葉県でのしはつきやんです。いや気分やってたから、あ、まあ気分やですよ、とてつもなく。だって今日なんて配信するつもり1分前までなかったもんけど、あ、なんか起伏かわいい、もったいないな始めるかみたいな、そういう感じの人なんでね。ねえ、え、ってことは私今週5日連続で配信してない、え、いや土日もしたっけ、いや覚えてないな、土日のどっちかはさすがにしてなかったな。私結構してる方なんですが、私にしてはこれさ、私服が可愛いから配信してるのに上しか見えなくてちょっとしんどいわ。病んでるのはいつものことじゃんねえな、はっくんおはようじゃなくてこんばんは。私で毎日病んでんのか、なるほどね、なるほど、確かにそうなのかそうなのかとか言って、ささたまに押して、え、さださんに押してもらったの、女の子かな、名前なんだろう、ん、ダメだ、私漢字ダメだ、え、これ本当になんて読むの、ここ心、ここおはろりんな時間じゃないが、確かに小柄で細くて可愛い子誰って聞いたのを教えてくれた、え、それで私を教えてくれたんですよ、佐藤さんが、とてもあり、え、私いいですか、いいですかって言って、え、嬉しい、下を見せてごらん、下は、はい、このチェックあんまりみんななんか好きじゃん人今見ないか、私結構このチェック好きなんだよね、この茶色のやつ、秋によく着てますね、下を、あ、見てたね、僕は毎日、なんで、そうなんだ、何でイライラするの、ゆいろこよりです、こよりちゃん、やば、絶対読めなかった私、こよりちゃんオッケー、覚えたわ、ゆいろこより、え、なんか珍しい名前、珍しい、初めて聞いた、それはそう、あんまり見ないですね、そうだね、この下のワンピースはなんか前、この前さ、メガネっ子コーデみたいなのあったじゃん、その時にこっちとあのなんだっけ、その時に入ってたスカート、ちょっとロングスカートみたいなやつ、これって迷ったんですけどやめた方、店長にイライラしてます、店長がうざいのか、うざいのかとか言ってまあそんなこともありますよね、常に人間合わない人もいますから、はい、何言ってんの自分最近言ってることってよく元からだった、何もないです、教えてもらってルームホールしてたの、そうなの、嬉しい、私でよければ佐藤さんのファンの方、ん、
それともバンダイジャパンが気になってサザさんのところに聞きに行ったのかな。どんな感じなのか。いやチェック良いと思います。かわいい定期チュンさん嬉しいな。チェックいいですか。まああんまり着てないんだけどね。これあんまり着てないけど突然着たくなる服です。これなんか私突然昔の服着たくない時があるの。あの前にいつも全然着たくないんだけど服昔のやつあんまり好きじゃないからあの新しいのが好きなので着ないんですけど突然なんかあ昔の服を使っておしゃれしたいってなる。残業させるし休みくれないピエンみたいな顔文字。その顔文字に似てるやつはもう使ってるわ。ピエンって言った出てくるやつ。まあピエンって言わないんですけどね別に。残業それは嫌ですって言えば違うな嫌ですって言えばじゃないな。それはなんかくださいって言えばいいじゃん。ただのアルバイトなのに言えばいいじゃん。あーなんかハックのやつ似てるんだけどなんか違うな。よくツイッターで使うんだけどね。可愛いよねそういう顔文字。なんか泣いてりうるうるしてるやつ。しかもさ顔文字でうるうるしてんだよ。可愛くない。顔文字についてこんな語ったことはないわ。チッピーちゃんやっほー。なんかあんちゃんが使ってるのはかゆ。あ昨日使ってんじゃん。あダメだなんか開くと変になる。あこれとか好き。絶対見るね。なんかこれ伝わってあのこの目の下にリボンがねついてんの。文字が前目のしか勝たないですとか言ってるやつがね目うるうるしてる下にリボンが2つついてるんです。目の下にそれが一番可愛いと思ってる。やっほーチェッピタン。あそういえば皆様はワンマンライブ当たりましたか。あんちゃんお疲れ様ありがとう。はにかみくん言ってるけどくれないんです。それはもう切れるしか。チッピちゃんピエン。みんななんかピエンってなってますけど何かありましたか。あ私がピエンの顔文字好きでって言ったか送っただけか。今日顔薄くてブスですね。いつもだったわ。私思ったんですけど可愛い子を見てると心が浄化されることに気づいた。あんまりさこう同性の子そんな見てなかったんだけど見てたら浄化された。マシアキって地下アイドルの女の子好きだわ。こんばんは KT さん。ワンマンそんなものありましたね。そんなものありますよ。今回あんまり来てくれる人いないな泣いた泣いたピー逃げるしか。ハニカミ君来ないのか。あみんな来ないじゃん今日。今日じゃない今回。あらーちょっと待って私今回すごい。あーもうこれが一番ピエンだわ。なんか何か用事があるのかな。もうそれはそうか。じゃあ暇でしたら配信でも見てください。配信あるので当たった。よかったチッピちゃんよかったわね。お楽しみに。ちなみに猫ちゃん前目の嫌いだよ。そうなの
泣いた。猫ちゃんはシナモンとリトルツインスターズだっけ。でハックンってリトルツインスターズとマイメロだっけ。ウケんだけど、なんかえ違うっけ。マイメロ別に好きじゃない。可愛い子を見るとどんな病気でも治る気がするよね。それは確かに。それはちょっとわかんない。それはどうなんだろう。治るね。オッケー。逃げたら会えないやん。確かに。配信も2部しか見ないやつですね。まあどっちかだけでも見れたらそれはいいんじゃないでしょうか。なんで猫ちゃん好きなキャラしてんの。え、だって昨日の持ち物がすごいそうだったんだもん。あとインスタもツイッターもフォローしてから見てるもん。なんでってダメですか。可愛い女の子を見るのは私の趣味になっちゃった。よかったわね、棒で割れた。ごめんって棒になっちゃうんだから、しょうがない。で別に棒のつもりはないし、私それは分かってくれ、ごめんなさいね。棒にならないようにどうにかしてるんだけど、やっぱ無理みたい。見てね、リング可愛くない。買ったんだけど、この可愛さは分かりますか。すっごい光ってる。ちなみにメゾフルとシナモンコラボの小さい子みたいな、僕があげたやつ。そうなの。あー、なんか見たかもしれない。え、多分そうだよね。あー、あったわ、インスタのやつ。いや、もう物あげた。なんか普通さ、そんなこと言わないよね、当たり前に。普通だったらさ、って言うじゃん。けど、あ、もうあげたいとか言ってるの、だいぶやばいよね。だいぶ気持ち悪いのは分かってますか。可愛い子が好きなんです。人形顔が好きなんです。皆さん今日寝てるんですか。皆さん、あんちゃん気分で始めたのに誰も何も話してくれない。お前が話せよっていう話なんですけどね。知ってます。え、あんも欲しいじゃなくて物あげたい。やばいか。なんかまあちょっと結構やばいこと自覚してるっていうか、キモいことは分かってるんですけど、え、あんも欲しいというか、あげたい。あんも欲しいけどあげたい。でも別にシナモンロールはちょっといいや。え、てかさ、あれでもなんか全種類なかった、全部あげたの1セット。あんも一緒にあげたかったな。それならいいか。ダメだよね、一緒に作業して。何の作業してるんですか。飲みすぎで眠いわ。わお酒遊んだの今日。視聴してます。ありがとう、視聴してくれて。いや、詳しいこと言うと猫ちゃんのお母さんとかプライバシーに関わるからここでは言えん。じゃあどういうこと、どういうことだ。何それ、ずるくらい。なんかいいな、あんま猫ちゃんのオタクしよう。
いいな。まさかの猫ちゃんに嫉妬するという。やばいね、だいぶ気持ち悪いのでやめました、そういうこと言うの。心の中で思ってます。店長に頼まれた資料作成と送金とアカウント作成めんどくさそう。そしてなんか大変そう。それはそれバカにはできないやつですね。プチプチシートを潰してました。え、プチプチってあのやつ、あのなんかなんだっけ、割れ物とか巻いてるプチプチするやつ。最近あれのハートとかあるよね、ハートバージョンみたいな。ちょっと私今回のワンマンライブ、私ワンマンライブとかそういう気合を入れる日は必ず縦ロールのツインテールをするって自分で決めてたんだけど、ちょっとワンマンライブ今回違う髪型してみようかなと思いまして、何にしようかなって。そうなんでした、私って髪型を何にすればいいって聞いても誰も答えてくれないんだった。洗濯してるからとりあえず聞いてるね。洗濯してるの偉いね。とりあえず聞いておいて、じゃんとりあえず聞いといて。その私の話やとクソつまんないの知ってます。だから配信始めて生き返ってた。それはよかった、生き返ってダメだ今日自分でも分かる棒読みさわ、いう棒なんつった今棒読み感だったわ。そんなに私で棒なんだね、面白い。全然違くないんだよ、あの普通に喋ってるんですけど棒読みなんだって。なんか動画とかで確認すればいいじゃんって話なんだけど、あの動画を見たくない自分の。とにかく自分の顔と喋り方ってなんか全て好きじゃないから見れないですね。見たらなんか病気になりそう。いつも髪型ごめんしてるじゃん。確かにそうだけど、ちょっとどうしよう。いつやなんか下ろしてみたいなと思う。でもあんまライブで下ろしたら死ぬんだよね。棒すぎておもろいな。別に面白くはしてないんですけど、そんなに棒かハーフツインが良きよ。ハーフツイン可愛いよね、わかる。サイドって三つ編みますけど、三つ編みか、サイドか。何にしようか。一部と二部で変えればいいのか。なんかでもどっちかはツインテールがいいんだよね。でもそうなるとダメだな。だから一部と二部の間時間ないからダメだ。でもいろんな髪型出てきて、ちょっとどうした、どうしよう。おろしだといけなくても後悔するやん。でもなんかおろし、私は一番巻き髪が好きだから巻き髪は絶対やりたいと思ってるけど、あのバンザイジャパンのさ曲調って結構踊る曲が多いのでもう汗だくなんです。そして暑くて死ぬのでちょっと無理だなということで、やっぱ結ばないとダメだ。そうすると三つ編みとかも崩れてくるんだよね。だからガチガチに結べる、あサイドか。夏番台とか夏らしきボニー、あーポニーテールありだな。ポニーテール、でもポニーテールをするといつもポニーテールいいじゃんって言われるんですよね。私はちょっとあんまり分かんなかったんですけど、ポニーテールが一番好評なんです。じゃあやれよってねサイドとサイドかポニー、あーポニーいいね。ポニーの何が嫌だ、チェキがもれないことなんです。私はあの踊ってる時に揺れてる感じが好きだけど、あんちゃんってショートカットにしたことないよ。小さい頃はあるけど、
それ小さい頃はみんなショートカットで生まれてくるわあ、でも小さい頃本当にショートカットだったよ。え、当たり前か、やば美容院行ってウェーブで、ウェーブは絶対に秒で取れるんだもん。ウェーブってこの前さ、ピンクの服した時にウェーブ巻きしてもらったのよ。なんか何巻きがいいですかって言われて、いやー何でもいいですって言ったらウェーブ巻きにされて、うわウェーブかって思ってたんだけど、意外と可愛かったからウェーブが、まあいいんですけど。そしたらなんか外に出たら秒で撮れた。写真撮って美容院で、でめっちゃ暑かったんだよその日。でその後なんかカフェに行ったんだけど、カフェ着いたらなんかもう撮れてたよね。ポニーで巻くのありだな。ポニーとサイドで巻るよね。だって結ぶったらって言ったらツインテールかポニーかサイドしかないのよね。さすがにツインテール飽きたよね。わかる、自分も飽きてきたけど、やっぱもうなんかパッて気合い入れるときはツインテールなんです。ミサエの髪どうやってやるのそれ、やだよ。どんな髪型してんの知らないもん、見て見ないから。あ、皆さん寝ましたね。これはなんかザ・量産みたいなピンクの格好したくなってきた。明日しようかな。か意外にそんなの持ってないんだよね。なんかピンクの格好してごめん、秋服見てたわ。どこの秋服見てるんですか？何を見てるの今？決めてあげるよ。新章だったらリボンでかいからツインかポニーテールかわいい。それはそうなんだよね。ポニーテールにする？コメント止まったら寝たいなる。そうそうそう。ああ、ね、寝たんですねって言うよ。違うならサイドか三つ編みかポニーかするとか。もう何でも好き。何でも好きらしい。一回ストレートで出てみたいよね。わかるけど、確かに新衣装だったらでかいリボン、あんままだわかんないけどね、でかいリボンだからポニーテールしようかな。ずっと起きてるよ。おはよう。で最近あんちゃんの笑顔って不気味って言われたやばくない？そんなさ、笑顔が不気味って言われる人いるんだと思って。まあ多分顔、目が笑ってないのかな。そんなに目笑ってないかと思って、まあ適当に可愛いの探してた。私さ、怒ってるとか聞かれるとさ、イライラしちゃう人なんですよ。あ、別に笑ってるのがなんだっけ、不気味って言われるの別に初めてだったからそんな何も思わなかったんだけど、なんか怒ってない時に怒ってるって言われるとそれにイライラするから、いや怒ってないんですけどってなるですね。その気持ち誰か分かりませんよね、知ってるしまあ適当に可愛いの探してた。可愛いの、可愛いの着るの、ハック、そういうのじゃなくて、いや普通に可愛い、かっこいいは可愛いって言ってるのかな。ガラシャツ着なよ、黒の。着ないの、着てよ。新月とか唯一目に出るのはあれだけど、ストレートいけそうだけどね。まあ試しにやってみると無理だってなったら次の場面にツインしちゃうとか。ああ、ありだね。なんか一部さ、ストレートから入って途中でツインかポニテに変えて、そのまま2部はそのポニテに出る、ポニテで出るとか結構あり、ポニテで巻いて出るとか。ライブ中に髪型変えるって新しいわ。そんな余裕があるのかね私に。なんか前は本当にシンボジが多すぎて泣いてたんですけど、ほとんど
ほとんど泣いてたんだけど、なんかそのそんな余裕ないじゃん。だから怖いけどね今回は。ねえどうだろう。でもなんで怒ってんのって発言でイライラするのあるあるでしょ。確かにあるあるだわ。あ、ハックンはあるあるだろうね。一緒だもん。じゃあなんで怒ってんのって聞いてくるのかね。怒ってないんですけどね別に。その発言で怒るよねっていう。まあ気づいてないんだろうけど。怒ってるとは。そろそろバラとか入ってるぐらい。バラいいじゃん。好きだわバラ。黒いバラとかいいと思う。黒いバラの柄シャツないの？いいじゃん。やってみようかな。めいちゃんとか次の晩までに髪型変えてる。本当に？やろうかな。おろしからポニーテなら結ぶだけだしいけんじゃね。やったことないかしらけど。それが私ポニーテ苦手なんですよね。けどそれ怖いな。あれだな、自分の出るあのセットリストによるよね。その間がさ空いてたらさ、空いてる、すごい空いてるみたいなところがあればそこでできるけど、全部均等に、あ次も次もってなってたらできないね。それはそしたらもう最初からポニーテール出るか。でもこれ言っちゃったっていうね。ついにはしないかも今回は。分からんけど気分、やっぱそれもその日の気分なんですよね。私ワンマンライブとかいつも占い見てから行くからね。占い？じゃ運勢？黒バラ、あそういえばあれ占い行きたい。黒バラだと下の生地何色になるんだろう。え私普通に黒に黒バラが好きなんだけど。え良くない？ダメか柄悪い。じゃあ白か。ああちょっと秋か。茶色のさガラシャツとかないの？可愛くない？私は着ないけどさ茶色とか。で黒バラなんだろうね下の生地。やっと冬になるからレザー系が着れる。帽子さあのレザーのキャスケット大好きなのね。それをさかぶれる時が来たぜ。まだだけどだからいける。じゃあ皆さんあんちゃんの髪型をお楽しみにということで頑張ろうかな。ちょっとマジでいつから始めたかも全然覚えてないわ。で突然始めますって言って、あさっき見ればいいの。突然始めますって言って、31分20。あジャンボさんこんばんは。こんばんざいだった。23時19。あそんなやってないわまだ。あやってるか。あ、寝たね。それ23時49だから30分くらいです。今いつ読めるかは決めてませんが。そういえばやっぱロリータのお仕事が超楽しかったんだけどさ、余韻がすごいですね。ずっと考えて昨日のこと。あ昨日のに戻り、昨日のお昼に戻りたい、昨日のお昼に戻りたいってずっと思ってた。作業終わるまでは寝ないから。何時に終わるのそれ、やばそう。
深夜、あ、今深夜か。みんな今何してるんですか。皆さんって深夜って何するんですか。すごい気になる。私は携帯いじって終わるんですけど。さて昨日の写真でもツイートしますかね。誰の？え、もうあんの写真。昨日私さ、昨日私撮られてないよね。大丈夫か。よかったです、よかったですね、かっこよかった。撮りません、にやけちゃう。私撮りません、知りません、知りません、しんど。一瞬マウント取られてる。え、でもハックンが、あ、なんかそのネットじゃなくて、あの東京ロリータさんの、東京ロリータさんってあのロリータ服を借りれるお店なんだけど、例えばディズニーに友達とロリータ服を着ていきたいとか、そういう時に借りれるお店なんだけど、なんかそれでこんなお洋服ありますよっていう写真を撮ったのね。あと他にも撮ってるんだけど、その詳細は言えないんですけど、それを撮ったんだけど、まあその中に絶対的に好きな写真があなたはありますので、お楽しみに。マウント取ってないし、だってハックンの方が仲良さそうじゃん、絶対。私昨日会っただけだもん。ロリータのモデルは何人いたの。ね、6人かな。リリーベイがないでしょ確かにそうだわ。ビニールシートだけそんなに枚数ないけど、それみんな言ってるね、ビニールシートがなんちゃらどうちゃらって。なんとかなんとかの階段を着ながら寝るよ。階段を着ながら寝るの面白そうだな、それいいな。なんか私最近すごいお化け屋敷に入りたいのに入ってくれる人いないし、どこのお化け屋敷入ればいいか分かんないから、誰かお化け屋敷一緒に入んない。好きな写真は僕と猫ちゃんのツーショット。最低じゃん。なんでそういうこと言うの。好きな写真はあん猫ちゃんと撮ること。あんは猫ちゃんと撮りたい。何これさ、ハックンと猫ちゃんの取り合いになってるんですけど大丈夫ですか。グラさんうつです。あ、グラさんヤッホー、元気？おやすみあんちゃん。寝ちゃうのチッピちゃん。おやすみチッピちゃん。ブリの友達ブリの友達、友達というか話してみたいと思ってた子と話せました。センチ迷宮でね、あれ行きたけど、あれさ、リアルな虫出てくるの嫌なんだよね。知らないけど出てくるのか、なんか何かで見た。ビニールシートがたるんでるから納得できるのがない。たるんでるんか。たるんでるとあれだよね、顔も歪んで見えるってことでしょ。ゆうてはつきさんより猫ちゃんの方が長いから仲良しかもしれん。仲いいな、ね、仲いいかも。うわー、マウント取られた完全に。ああいいですね、羨ましいな。それはそうだな、ね、いいな。ビニールシート光ってて顔なくなってるんだから、あーなるほどね、そういうことか。確かに嫌だわ。いいじゃんそっち FM になってる。なんでこれ言い合いになってるの、やめてよ。なんだ、怒んないで。早くまた話したい。ビニールに光が反射して目が消えたり。なるほど、あ、目消えんのすごいね、やば。確かに消えそう。私ああいう時の写真大体なんか目ないからさ、もう超目小さくない。まあそれは元が小さいってことになるんだけど、びっくりするよね。私実物こんなブスなんだって思うもん。
でもアイヌってたまに横顔だったら漏れてる時ある。なんか服欲しいんだけど、ないもう着る服。最近ずっと同じのばっか着て繰り返してるからもう飽きたってことで、服が欲しいなけどな、買いに行く暇がない。いやあるけどさ、頑張ればあるんだけど、なんか服を買うために早く出ようとかあんまりしたくなくて、なんか服を買うために帰りどっか寄ろうとかも、なんかどっか寄るはまあいけるけど早く出るができないんだよね。でもビニールのせいで全体的に曇った感じなら、あーそういうことか。撮影された写真見て私こんなブスだったんだって思う。撮影師がしんどいじゃん。じゃあ私がブスだなって思う自分ね。じゃあだからファンの方はそれを可愛いと思ってくれてるかもしれないけど、私はブスだなって自分がね、自分の顔がブスっていう話だよ。伝わってますか？え、でも逆にさ、え、その撮影された写真見てたら、え、私これ可愛いって言わなくない？あ、言う人もいるのか。私は言わないから、あの、なんか、え、やばー、これ、壊滅的だなと思う。まあ、あんたって自撮りは加工しているので、しょうがないですけどね。加工してるからなんですけどね。あ、じゃあ自分で楽しみます。いや漏れてる写真しか載せないでって言う人多いじゃん。あ、言うね。じゃあ私はツイートされても別にいいねはするけどね、けどこれはブスだなと思って自分で。え、けど漏れてる写真しか載せないでって言っても漏れてない写真が載ってるからやっぱりファンの人と自分の見方では違うんだなと思いますね。そんなこと言ったらもうツイートできない。え、どうぞツイートしてください。え、でも私の写真はツイートしないでしょどうせ。特に昨日はなんか顔が死んでたんですよね。なんですか、なんでか知らないけど。いや漏れてるの基準な、基準がわからないってこと？へえ。どの写真見ても睨まれてる。ひどくない？睨んでないんですけど別に。睨まれてるらしい。どの写真見ても。なんかごめんなさい。睨んでるつもりはないでした。すいませんでした。え、ツイートしたことか。いや見たことはあります。オタクはアイドルのこと基本的に可愛いと思ってるから、そりゃアイドル側のモテるには届かなるほど。まあそうなのか、そりゃそうか、アイドルは可愛いんだけど自分のことを可愛いとは思ってないんだよね。でも思わないか普通。価値観が違いました。どの写真を見て睨まれてるのはとても悲しいなそんなに睨んでた昨日私、やば、どんな気だよ。それでも一応乗せるときは光当てたり、光当てる、どうやって光当てるの？明るさ上げるってこと？光当てるって何？撮ってる時に当てて当ててないよね、普通に撮ってるもんね。明るさ上げるってことか。それは本人とこっち側の感性が違う。もうそれはそうですね。明るさ上げて
顔白くしたり、顔白くするな、汗とかかくしたり、いろいろ。私って汗出てないよね、多分。ワンマンライブでも出ないんですよね、汗。代謝悪すぎて。汗垂れてる方がでもかっこいいよね、踊ってる時に。かっこいいというか、写真とか。あんちゃんも出てない、くそ。出てない、本当に出ない。出ないからなんか本気でやってんのとか言われるもん、たまに。たまにっていうか、なんか前言われたことある。ファンの人に。よくない？で、本気で踊ってんの、汗出てないみたいなんか言われて、え？汗出てるからって本気とかなくないって言ってね。やばくない？汗って本気か本気じゃないか言われた。あゆみちゃんとかマイカはすごかった、汗が。すごかった、てんてんてん、汗が。そうなんだ。へぇいつがジャンピーなの時の写真ついてしたい。ちょっと待って、どういうこと？ジャンピーなの時ってどの時？変顔の話してるそれ。全然、なんかもはや変顔を載せてくれた方がいいよね。あ、そういうこと言ったらどんな変顔してるか分かんないからちょっと嫌だ。あ、でもいいや別に。じゃあ私 NG とかなんか特にない。NG なしアイドルとかを言ってはないんですけどね。別に顔になんか、そんな、興味がない。興味はあるから加工してるんだった。興味はないな。あー、わかんない。自分のする写真を加工するっていう話ですね。どの時、あの時っていつだろう。昨日ジャンピン出てないし。にゃん。にゃん。ジュリアさんも汗あんまりかいてなかった。あー、確かにそういうイメージ。まあ、かいてるのが好きな人もかいてない方が好きな人もいるでしょうね。わかんないですけど、私は多分特にこういう目つきで汗もかいてないから、本気でやってるかやってないかわからないっていう話なんでしょうけど。ふみと相撲取ってる時、でも確かに相撲はいつもふみさんしかいないんだけど、相手は。え、いつ？あ、分かった、あれだ、 HMV さんかな。まあ私いつもレバートで一緒だからね、変顔の。けど初めて見た人には「え？」って言われる。自分の格好しか書かない。それな、そうなんですね。自分の格好一番。後ろリボンクッション、あ、そうだよ、クッション。これは可愛いよね、わかる。リボンがクッションは可愛い。いつもなんかクッションどこで買ってんのって言われる。クッションは全部フランフランって見せる。知らないかな。あゆちゃんの変顔は NG 出てる。そうなんだ。どんな変顔かによるんだよね。でもそのどういうのかわかんない。ひどい、その変顔結構。まあそれ変顔はひどいものですか。だって私あそこで可愛い変顔した覚えはない。多分一番最初から変な変顔してるから多分可愛い変顔ないな。撮られる時は可愛い変顔するか。まあ嘘。てかなんで相撲の時変顔するのぐらいになったの。いや、わかんないです。え、違う、わかんない。てか私があそこのポジションに入るとは思ってなかった。なんかあれじゃない？あゆみさんとふみさんなんだよ、あのポジションが。本当のあの、なんていうの、あの最初つけてるあのポジションが。
でなんか対決をしてたの。なんか最初は普通になんかこういうなんか頑張るみたいな顔でやってたんだけど、流れ的に変顔になってた。で変顔をした、私も。そしたらあれになった。今日ね、そろそろ変顔が同じすぎてつまんなくなってきたね。一回今度真顔やりたいなとか思ってる。次にちょっと真顔やってみようかなと思ってるんだよね。逆にバネジョン YouTube 見てね。 YouTube どれだろう、見てね、気になったのがあんちゃんだったの。え、 YouTube？ 私ミュージックビデオとかいないからな。ライブかな。そんなことあるんですか、嬉しい。あゆちゃん完全にゴリラなので。あゆみさん可愛いもん。でも名前分からなくて刺さった前に教えてもらった。そうなの、来年はバンズジャパンに会いに行けるように頑張るので、音符ぜひ会いに来てください。どこに住んでるんだろう。相手の方がテンション上回ってきたら冷めちゃうから、僕だったら孫になってる。でもハックンだって結構冷静な人だからね。いつでも真顔じゃん。にやけてんのか見たことない。こう割と真面目に。あ、でもこの間初めてなんか照れてるのかなみたいなのあったけど、初めて見た。それで初めて変顔3連なのにほとんど変わらないって来てからもね。変顔3連で決まってんだね。3連なの知らなかった。私に3連とかないつもりなかった。なんか「てんてん」って入って「てんてん」3回か。あれまあそんなまず余裕がないですね。その前に踊ってるし、まあ最近は慣れてきたからあれだけど、別に私変顔はできるけどレパートリーが特にない。別に手とか使いたくないし、あの白目とかできないないから、なんかどうにかするしかないじゃん。新潟県か、ぜひ遊びに来てね。だいたい3回くらい変わらねえ。3回くらいか、あんま意識してないけど3回変わってるっぽい。数日前にツイッターフォローしてくれたんですか。あら、探してみよう後で。可愛いのです。やった、可愛いってあんちゃんが。ふみが変顔してくるから対抗するだけでしょ。まあそれもそうですね。けど一番最初からだったな。別にさ、最初がなんか普通の顔しててってわけじゃないんだよ。一番最初も変顔してたんだよね。真顔もありだな。何飲んでるの。ピルクル。うち毎日のようにピルクル飲んでるのでね、皆さんよく見ると思いますが。鼻の下伸ばす、どうやってやるの。女の子に可愛い言われても、私女の子に言われるのでとても嬉しいのよ。ずっと言ってるそれ。女の子に言われるの嬉しいの。女の子だったらインスタとかもやってるのかな。インスタもやってるのでよかったらぜひ見てね。ピルクル、あ、 TikTok もやってるよ。何でもやってる。 TikTok はなんか今ちょっとあれだね、止まっちゃってる。あ、さっき1個載せたけど多分誰も気づいてないな。ピ
ピルクル乳酸菌飲料。そう、ピルクル、私乳酸菌の飲み物大好き。一応足軽の頃からリリーベとかで写真撮ってますから。少しあれって、いや足軽ジャパンの時からやってるんだったわ。こんばんは、じっくん。インスタ、あ、そうそう、インスタやってる。じっくん、最近あんちゃんが終わろうとしてる時に来るな。冷えんじゃん。昨日もツイートしてたもんね。ごめんぴー、あんちゃん結構もう配信してるのよ、これ。え、なんかしてるよね。なんだっけ、何分からやってたんだっけ。49、39だっけ。49 キュンのやつでしょ。キュンのやつだっけ。キュンからの逆キュンみたいなやつ。キュンからの逆キュン、言えな。あ、49だった。あ、ほら、私もう1時間してる。じゃあ49になって終われるわ。昇格してからは撮る機会も少ないから、そんな撮れてないですね。ないんですけど、確かに少ないね。撮ってくれてありがとうございます。今来たからまだ1時間も聞いてない。それはそうだけど、49で終わっちゃうもん。ほら、皆さん49までコメントして、寝たことにするよ。それとも消すよ。ピューロランド行きたいんだけど。ピューロランド行きたい。ピューロランド誰か行こう。マメロの果汁をつけたいな。じゃあ、そろそろ席に集中します。いってらっしゃい。かわいい。え、なんかした私かわいい TikTok 見たのかな。私今かわいいことしてないよね、多分。おかげで少しやる気になったので助かりました。あ、なった、よかったです。おやすみ。冷静とか言うけど、いや冷静じゃない、違うの。よくムードメーカーって言われてた。嘘でしょ。え、なんか静かなタイプかと思ってた。意外なんだけど、ムードメーカー本当に言ってる。え、何、学校で。それは初耳なんだけど、やば、意外だわ。ジェットコースター乗りたい。乗りたいよね、わかる。タワーブテラー乗りたい。あー、でもセンターブジアスがいいな。ピューロデートして、その後まあんままにご挨拶します。そのまま行っちゃうかってね。前目と黒みじゃん。文化祭で漫才やるタイプ。え、マジやらなそうじゃん、そういうの。今もそういうタイプなの、もしかして。え、静かなというか真面目なタイプかと思ってた。真面目というか、なんか結構真面目な。カチューシャも可愛いのね、今の。あ、それとも TikTok のかな。自分マスコットだったわね。マスコット昔女装してキャリーパムパムを踊る。マジで言ってんのそれ、やば。超見たいんだけど写真ないの。なさそう。マジで言ってる、やばすぎる。文化祭で、いや、マジか、見たかった。超見たいんだけど、やば、見たい、見たくてしょうがない。
今のかわいい、これお気に入り、女装は黒歴史。え、いや違う、なんかそういうタイプだと思ってなかったわ、びっくりした。なんか普通に文化祭とかあんま興味なさそう。意外、ごつすぎて女子プロレスやん。プロレスラーだ。やばー、超見てみたいんだけど。それがカツラは何色？え、ロングでしょ髪の毛。え、服は何？キャリーパミュパミュに乗せた衣装ってこと？だいぶ面白いのそれ、超見たいんだけど。絶対面白いんだけど。それそういうのが一番笑えるよね。わかる。それは見たいわ。ブロンドヘアユニセックスな服しか着んか、ある意味女装家だもん。確かに女の人の服着るもんね。学生はしょうもないのが一番おもろいんよ。まあね、それはそうだわ。いやけど見たいんだけど、それやば、超ウケる。けどなんか陰キャかと思ってた。陰キャではないけど、なんか静かかと思ってた。いいな、楽しそうで。あんまそういうのやりたい。いや別に男装、男装してそんな漫才やりたくないですけど。陰キャで女の端子でないし。え、でもなんかそういうムードメーカーってモテるよね。モテないの？え、モテると思ってた。ムードメーカーでそういう人って優しいじゃん。そういう人が一番モテるのよ。知らないけど、レディースも全然着るから僕女の子ってことでハグチ着たろ。確かに。でも多分ジックあれだよ、女の子と間違われるくらい多分いけるよ的に。体育系の高校だったから男子校みたいなのに。あ、そういうことか。中身が女っぽいから乙女女子から用意する。乙女え、あ、体育系の高校って別に男子校あではないのね。あ、女子いたの。ブレザーのボタンつけてあげたり、どういうこと？え？何？ブレザー？え、男の？ブレザーのボタンつけてあげてたの？え、女の子ブレザー着ないの？別に。おっす。縫えるんですか？マジ？やば、アンより女子力あるとは。勘弁してくれ。今もあるのじゃ。なんか面倒見良さそう。あれが向いてるよ、保育園の先生。超なんかお父さん向いてそうだわって思う。知らないけど、いいね、お父さん向いてるよそれ。おかん系男子って言うけどぽいもん。なんか心配そうだもんね絶対。女の子に間違われるくらい顔面差し高い中性的なお金になりたかった。確かにいいねそれ。いや、あんはとりあえずもっと可愛い声に生まれたかった。それしか思わない。毎日可愛い声に生まれたかったです。そしたら歌ももちろん可愛く歌えるのよ。
でも中性顔ほど中身クズなんよな。ド偏見。中性顔？まあ確かに中身クズですね。知らないけど、ド偏見だわそれ。マシも何でやってた。もうそれ終わるけどね、いい声してるよ本当ですか。この声はでもいい声ではないね。来世はお尻モテる顔になってブイブイ言わせる。いい部位かな、モテる。うん、知らんけど多すぎん。知らんけど何が多いの、何が多い。何が多いんだろうか、わからないけども気になってしょうがないんだけど、何の話だろう。私何の話か分かってない時あるんですよね。ダメだ、知らんけどって今日5回言ってる私やば。5回って多いの。知らんけどがか今は象に踏まれたひどすぎるそれはそんな顔してないじゃん。象に踏まれたみたいな顔してイケメンに憧れる。象に踏まれた顔ってどういうこと。そんな顔してないでしょ。ではもっとさすがに長く配信しすぎたな。終わるね、そろそろ。皆さんおやすみって言ってください。終わります。おやすみです。じゃあまた明日バンザイジャパン公式ルームでお会いしましょう。ハックおやすみ、どっちさんおやすみ。じゃあねー。